森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学、認知症、コミュニケーションの森林浴。まあいろいろとね、コミュニケーション、会話をした方が、認知症予防対策にはよろしいというようなことが言われている。まあ特に、なんだと NHK の試し合点、では、まあ子供や孫、まあ要するに親族ね、身近な人、まあもちろん兄弟とか、でも言うのかもしれないけれども、まあ、そのように、親密に感じるような人とのコミュニケーションが、よろしいというようなことをね、言っていた。で、まあ、だったらまあ、赤の他人、見知らぬ人、まあ、単なる知人、近所、ご近所。まあ、こういった人とのコミュニケーション、会話というのはあまり意味がないのかということになる。果たしてこの違いは何でしょうね。まあ、このあたりが、大きな、要素なのかと。まあ、多分、その、会話、コミュニケーションを取るときに、その、真剣度というか、気の張りというか、本気度みたいなものがね、またその気持ちの高揚とかね、嬉しい、悲しい、もしくは、楽しいとか、そういうものがね、違うんじゃないかと思っている。まあ、つまり、子供とか孫だったら、やっぱ嬉しい、楽しいという気持ちが湧くし、まあ、その子供、孫に対して、もちろん失礼のないように、まあ自分がね、嫌われないように自分をよく見せようという気持ちもあるのかもしれないし、まあいろいろな思いがね、起こるだろうし、そして中で真剣に本気になってね、一生懸命と、その人とのコミュニケーション、会話をね、しようとするんじゃないかと思う。じゃあ、ただのね、世間話、近所との世間話とかね、まあ、近所っていうか、まあ、たまたま出会った、まあ、まあ、見知らぬ人とのね、コミュニケーション。まあ、雑談なんていうのは、そういう気持ちがないんだよね。感情がもちろん起きないというのもあるし、まあ、自分をよく見せようという意欲もなければ、楽しい会話をしようというか、その感情側 を奮い立たせようというようなね。まあ、いい加減なのよね、会話が。いい加減な会話をしているとも、本当に、世間話なんていうのがね。だからそういう意味で考えると、明石家さんまなんかではね、まあ、笑わせよう、笑わせようとね、一生懸命、まあ、いつも戦場みたいな、ような気持ちで喋ってるというようなのがあるのかと思う。つまり、そこなんだと思うんだよね。誰とでも、笑わせようと思って一生懸命、喋ってる明石家さんまなんていうのはね、まあ、ボケないんだろうと思うんだけど、思うし、まあ、その、会話のね、クオリティ、質はね、むちゃくちゃ高いと思う。だから、そのような、会話をいつもしようとするかしないかだと思うんだよね。まあ、孫、子供だけではなく、どんな人に対しても、とにかく一生懸命、まあ、感情をあらわに、本気になって、会話をする。まあ本気になってって、じゃあ、まあ一番簡単なのはやっぱ笑わせようと思って喋ることがね、まあ相手にもいいし自分にもね、とにかく頭が働くんでね、よろしいのかと思う。誰を、まあ要するに見知らぬ人を捕まえてもね、その人を笑わせようというふうにね、喋る。まあこのように独り言を喋っていても、まあ笑わせようと。思って喋ることができればね、これ完璧なんじゃないかと思っております。なので、まあ子供、孫がいないとかいう年寄りがこれからどんどん増えていくと思う。で、まあ例えば、コミュニケーションを取りましょうということで、デイケアサービスとか、そういうところを使って、まあ要するに家ではね、一人ぼっち、孤独なんで、デイケアサービスに行って、人と接して、人と会話をするとか、いうのもあったりする。そういう時に、とにかく、ただ喋るんじゃなくて、笑わせようと思って、
気を張って一生懸命に本気になって、コミュニケーションを取ろうとする。この心意気なんだよね。これが多分ボケを予防するんじゃないかと。予防対策になるんじゃないかと。だから、やっぱコミュニケーション、会話の質、クオリティなのかと思う。何事もね、やる気を持って一生懸命に、会話をする。まあ、相手が誰であろうと。子供とか孫じゃなくても、見知らぬ人でも、通りすがれの人でも、一つ笑いを取ってやるぞという気持ちでね、話をすれば。まあ、僕なんか、まあ、近所の人なんかに会ってね、話するときもね、まあ、一つ笑い取ってやるぞという気持ちで喋ってるんでね。これ大事なのかなと思ったりする。コミュニケーション、会話の心理欲。